皆さんこんにちは。やっとデューク200のオイル交換ができるスタントライダーの岡です。はい、ということでやっとねデューク200のオイル交換ができます。前回の動画ですね、作るのかなり時間がかかりました。本当に、ね、勉強するのに3日4日かかったし、撮影して編集するのにも3日間ぐらいかかってて、結構ね1週間ぐらいかけている超大作なんですよあれ。もしねオイルのことを詳しく知りたい方はぜひ前回の動画見てみてください。はい、で、今回はですねオイル交換解説していきますね。僕がいつも街乗りで使っているデューク200、これのオイル交換をやっていくんですが、手順としてはですね、まずはね、バイクを暖気します。で、オイルを温めて抜けやすくしたら、今度はフィラーキャップを外してドレンボルトを緩めてオイルを抜いていきます。ドレンボルトっていうのは、オイルを抜くためのボルトですね。エンジンの一番底についてます。でそのドレンボルトで、外してオイルを抜いたら、今度はその間にですね、今回オイルフィルターも交換していきます。でしっかりオイルが抜けたら、ドレンボルトを閉めて新しいオイルを規定値まで入れていくと、こういうね、手順に、なっていきます。はい、結構ですね初心者でも、簡単な整備の一つです。ただね廃油が出たりとか、空き缶が出てゴミが出たりとかしてちょっとね、めんどくさい部分はあるんですけども、週末の DIY 整備として、チャレンジしてみるの面白いと思います。それではね、早速、作業の方をやっていきましょう。まずは、今回使う道具紹介していきましょう。岡チャンネル。はい、それでは今回使う道具を、紹介していきます。まずは工具ですね。今回ですねドレンボルトが 18mm ということで、これわざわざ買いました。 18mm なんて僕持ってなかったですね。すごい中途半端なサイズです。で、あとは今回ね、ちゃんとやり方ということで、トルク管理もやるためにトルクレンチを用意しました。で、今回フィルターを変えます。フィルター変えるので、オーリングを用意して、あとはフィルターですね、これは木島製です。で、あとはドレンボルト、ドレンボルトの、シールはですねこれもオーリングを、使います。で、あと廃油はこのエコポイボックス 2.5 っていうのを、使っていきます。で、オイル交換なんでね、パーツクリーナーは、用意した方がいいと思います。あとはベースですね。で、今回変えるオイルはこれです。じゃん、パノリンのトップレースですね、パノリンの最高級オイルです。今回はこれらを使ってオイル交換をやっていきます。おかチャンネル。ちょっと見てください。前回ですねパッキンを買えなかったんですよ。でこのデュークはよくあるねワッシャーではなくてゴムのパッキンなんですね、オーリングなんですね。でオーリングだと思ってなかったんで準備してなかったんですよ。だから交換しないでやったところやっぱりねかなり染みてますね。なので、特にこういうねオーリング系は必ず変えた方が良さそうですね。ということでここのドレンボルトを緩めてオイルを抜いていこうと思います。
でオイルフィルターはここにありました、エンジンの右側前部分に。でここを開けるとフィルターが入っているので、新品のフィルターに交換してあげます。オイルフィルターって書いてありますね。このね、これはねオイルフィルターなのよ。これどうやって抜くんだろうこれ手じゃねまず取れないから、なんかこうピックツールとかで引っ掛けて取るしかないかな。まだですね、このオイルフィルターを入れていた、筒の中にオイルが入ってるんですけど、バイクがね今傾いてるじゃないですか。だからこれを一回反対側に傾けて、このフィルターが入ってた空間のオイルをね全部抜いていきたいと思います。なので一回ね、ドレンボルトも今開いちゃってるんで、ドレンボルト一回閉めてバイク傾けてっていう形でちょっとやりましょう。これデュークはドレンボルトの中にこうフィルターが入ってるんですね。珍しいですね、あんま見たことないですね。で一回こっちを閉じてオイルが出てこないようにしてバイクを傾けてフィルター側からでオイルを抜くという算段です。OK、 あ、すげえ出てくる。しばしこのまま待ちます。OK かな。はい、そしたら、フィルターをですね交換していきます。これとこのオーリングですね、この2つを、組み込んでいきます。じゃん、これが新品のフィルターですね。ちょっとオイルを、つけてから入れるといいと思います。はい、これが、蓋とエンジンの間に入れるオーリングですね。これでオイルが漏れてくるのを防ぎます。組んでいきましょう。新品のフィルターはね、ちょっと慣らす意味でオイルをつけときましょう。OK、 でこれを入れたらここにオーリングがついてるんですよ。これね、このオーリングを新品に交換してあげます。これで OK。
これでフィルター交換は完了かな。そしたらもう一回バイクを一回こっち側に傾けたから今、もうちょっとねオイル出てくると思うんですよ。なのでもう一回ドレーンボルト外してオイル抜いていきます。さっき一回右に傾けたからオイルフィルターのオイル抜くために多分ちょっと出てくるんじゃないかと思う。ほらほら見てこんな出てきた。だからまあオイル抜くときはちゃんとねバイクを左右に傾けてオイルを抜き切るっていうのは結構大事ですね。さあそしたらオイルを抜いてる間にこのドレーンボルトのここのねパッキン交換していきましょう。前回ねこれ買えなかったんでかなり染みてました。なので、まあ、今回ね俺こういうゴムのパッキンって初めてなんだけどいつもワッシャーなんだけどこういうゴム系はね結構変えた方がいいかもしれないですね。うん毎回ちょっと指じゃこれ取れねえからこういうピックツールで剥がす的な無理やりだな。よいしょ。OK。新しいのと分かんなくなったら端っこ寄せといて、ちょっと軽くバッテリーを。よいしょ。で、今回、買ったのがこれですね。オーリング KTM ドレインボルト用ということで、これをつけていきます。でこれ組むときは今洗ったけどオイルつけた方がいいね。うん。オイルつけてこの傷がつかないようにシールにね。これでドレーンボルトは OK かな。はいこんな感じです。そしたらこれ入ってたこれもちょっときれいにしとこう。せっかくなんだ。これマグネットついてんのかな。マグネットかなこれ違う。なんかすげえ汚れついてる。なんだろうこれ。何かわかんないけど。汚れはすごい。あ、マグネットだね。これやっぱね。あ、そうなんだ。これフィルター兼マグネットついてんだね。KTM いいね。今まで乗ってきたバイクでこんなドレーンボルトのところにフィルター兼こうやってね、そのマグネットでゴミを、エンジンの内部のゴミをね、金属片を全部これ取ってくれてる。素晴らしい戦略をしました。シールあるからあんまパーツクリーナー吹いちゃダメだねこれね。パーツクリーナーってこういうゴム系にねあんま良くないらしいのであんまり直接吹いちゃいけないですね、うん、あでも綺麗になった。ういフィルターも非常に綺麗になりました。はい、ということで、オイルもしっかり抜けたのでドレーンボルトを締め付けていくんですが今回ですね、トルクレンチでしっかり締めていこうと思います。20ニュートンメートルらしいのでこれを20にセットしておきます。はい、これで締めればピピってね音が鳴って知らせてくれるっていう感じですね。それではやっていきましょう。ドレンボルトを締める作業をやっていきます。フィルターもしっかりつけてでドレンボルトですね。ドレンボルトも組んでまあオイル出てこないんでもうこの俳優っぽいもやらないでしょう。短いんだよね。OK。こんなもんなんだ。はい、で最後にオイルを入れていきます。今回はパノリンのトップレースというねエステル系の、まあ、最高級のエンジンオイルこれを入れていきます。だいたいね 1.4 リッターって書いてあったかな。うん、窓を見ながらね確認しながら入れていきます。
ぐらいかな。だいたい今真ん中ぐらいかな。でもメモリがないんだよやっぱりね。今だいたい真ん中ちょい上ぐらいか。で一回ね暖気するとオイルが回って多分ね少しこれ油面が下がると思うので少しぐらい多めでも大丈夫かなとは思いますね。こんぐらいがちょうどいいかなっていう感じですね。でこれでとりあえずフィラーキャップ閉めて一回暖気して油面の高さ見て終わりって感じですね。そしたらフィラーキャップ閉めて一回暖気してみましょう。やっぱり暖気したらオイルいなくなりましたね。しっかり足していきましょう。今でもエンジンの周りにオイルが、ね、しっかり回っているのでこれでね油面を出せば安心ですね。油面上がってきたね。中間中間なんかどうでしょう。今ちょうど、ああ、真ん中よりちょっと上ぐらいか。まあこれぐらいでちょうどいいかな。はい。で、これで油面は OK とします。オガチャンネル。はい、ということでオイル交換いかがだったでしょうか。ちょっとね、カメちゃんがずっとね、作業中ピー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 うるさかったので、ちょっと連れてきました。ね。はい。で、まあオイル交換ね、実際やってみて、やっぱりね、暖気をさっきしてたんだけど暖気の時にやっぱりそのメカノイズってかなり減った感じがしますね、でやっぱりそれは新品のオイルで性能がいいからねそういうメカノイズとかもちゃんと吸収してくれてるっていうね、そういう感じだしあとはまだ乗ってないんだけれどもシフトフィール絶対書いちゃったまだね乗ってないんだけどシフトフィール確実に良くなっていると思いますね。ちょっと乗るのが楽しみです。はい。で、まあオイル交換のやり方をこうやってね解説してみたんですけれども、実際はねちょっとめんどくさいですやっぱり。今回だったらドレンボルト18ミリがなかったのでそれを買ったし、廃油をね捨てる箱も買ったし、でこうゴミなんかも捨てなきゃいけないですよね。空き缶。だからやっぱりそのオイル交換すると。そこそこやっぱ手間だなっていうのが、まあ、正直なところで、でちょっとねバイク用品店のオイル交換の相場を調べてみたんですよ。そしたらねライコランドさんとか二輪館さんとか大体ね1000円くらいでやってんだよ。多分ねその、お客さんがお店に来るね、きっかけを作りたくてそういうね安い多分コーチにやってるんだと思うんだけどあの安さは便利便利だからオイル交換はめんどくさいなっていう人は全然ね用品店行って交換するのはありだと思う。すごいね楽だと思う、ね、なので実際のところは本当に自分のバイク自分の手で可愛がってあげたいなっていうね、そういう人はね、ちょっと面倒だけれどもこうやってオイル交換やってあげるとよりバイクが可愛くなるのかなと思いましたね。はい、ということで、今回は、オイル交換の、やり方紹介動画でした、次回はですね、僕が使っているオイル、パノリンのオイルっていうのを、なんで使っているのかなんでそもそもね、パノリンの、まあ、サポートを受けてオイルをね使うことになったのかとかねその辺の話なんかも踏まえて、パノリンにフォーカスを当てた動画、ちょっと作っていこうと思います。前回の動画ね、オイルを、細かくね、解説した動画ありますけどもその細かく解説した中でパノリンがどの位置に来るのかってね、そんな内容なんかもちょっとね解説できたらなと思います。はい、ということで、今回の動画は、この辺で終わりたいと思います。もしね、この動画が参考になったら高評価とあとはチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。またね。